めちゃくちゃクリーミーに仕上がってるんですよ。この野菜たっぷりが美味しいんですよね。人参もいい食感を出してくれて。はい、皆さんこんにちは。ということで、今回ご紹介する料理がポテトサラダですね。うちの家族にめちゃくちゃ大人気のポテトサラダで、このポテトサラダが一番うまいっていつも褒めてくれるんで、今回そちらをちょっとご紹介していけたらなと思います。で、ポテトサラダ作っていく上でこれをしときゃ美味しくなるんじゃないかっていう2つのポイントがちょっとあるんで、まあそれをちょっと踏まえながらですね、今回料理していこうかなと思います。それじゃあ早速ですね、今回の食材がこちらですね。じゃがいも、きゅうり、ハム、玉ねぎ、人参、こちらを使ってポテトサラダをちょっと作っていこうかなと思います。まずじゃがいもはですね、ちょっと大きいんでこれ茹でていくんですけど、まあ、4等分ぐらいにしてもらってお湯で茹でていくような感じになりますね。もう適当で大丈夫です。茹でやすいようにというか火が入りやすいようにという感じですね。ここで一つ目のポイントなんですけど、いきなり沸騰したお湯にじゃがいもを入れるんじゃなくって、水が冷たい状態でじゃがいもを最初入れてもらって、じっくり火を通していきながら加熱していくっていうような感じですね。それをするとですね、ちょっとしっとりしたというか、なんかホクホク感がちょっと残ったような、そういう感じで美味しく食べれるんで、冷たい水に入れて、そこから沸騰して大体約10分ぐらいですかね、加熱していきたいと思います。はい、じゃあ次野菜を切っていくんですけど、玉ねぎはですね、そこまで薄く切りすぎないぐらいで大丈夫です。ちょっと存在感が残るようなぐらいで切ってもらえればなと思います。もうザクザクザクと切ってもらってです。一度この切った野菜たちは全部ですね、ボウルの方に移してもらってて大丈夫です。で、次きゅうりですね。きゅうりはですね、もう適当な厚さで大丈夫なんで、輪切りにしてもらって大丈夫です。こんな感じですね。と次、人参なんですけど、人参も千切りというか、そんな感じで使ってもらえればいいかなと思います。めんどくさいって方は、スライサーとか使ってもらって、ちょっと千切り簡単にしてもらえればなと思うんで、包丁でされる方はですね、一回こんな風に手に持ってもらって一回並べるんですよね。こうやって並べたまんま寝かせてから切っていくとやりやすいかなと思います。こんな感じですね。で、まあ、この流れでハムも千切りもうこのまんま切ってもらって大丈夫なんで、細く切っといてあげてください。こんな感じですね。ちょっとこれはまだハムは待機させておいて大丈夫です。で、ボウルの中がこんな感じですね。きゅうりと玉ねぎと人参が全部入ったような感じで、2つ目のポイントなんですけど、これをもう一気に全部塩もみしていきます。塩を振ってもらって、でちょっと揉み込んであげて、はい、ある程度揉み終わったらですね、このままちょっとしばらく放置して余分な成分と玉ねぎの辛みを少し抜いていきます。ともう一つ野菜自体に少し味をつけていくっていう意味でもこれやってますんで、塩もみは絶対にしてください。香りもすごい野菜の香りが際立つというか、そういう効果もありますんで、はい、そしたらですね、じゃがいもが今10分ぐらい茹で終わったんですけど、箸とか竹串をですね一回刺してもらって、まあ、スルッと入るぐらいになってれば大丈夫なんで、このあとざるにこれをあげて水を切って、大きめのボウルに移していってください。で、ざるにあげた後なんですけど、こんな風にちょっと蒸気がめちゃくちゃ出てくるんですけど、1分ぐらい置いといてもらえれば、まあ、蒸気と一緒に水分も飛んでいきますんで、1分ぐらい置いといてあげるといいかなと思います。1分置いた後のじゃがいもがこちらですね。で、これをあったかいうちにちょっと潰していきます。だいたい潰し終わったらですね、次が野菜ですね。野菜を全部もう絞ってもらって、じゃがいもの方のボウルに移していきます。で、野菜入れ終わったら切っておいたハムもそのまま追加してもらって大丈夫です。
次調味料なんですけど、まずマヨネーズがじゃがいも1個に対して大さじ1杯ですね。大さじ4杯ですね。でここにそのまま塩コショウですね。塩コショウが、一応小さじ1杯入れます。で最後そこに、ブラックペッパーお好みで、多い方がパンチがあって美味しいと思うんで、そこはお好みでちょっと入れてもらえればなと思います。そしたらこれ全部混ぜ合わせていきます。めちゃくちゃクリーミーに仕上がってるんですよね。この野菜たっぷりが美味しいんですよね。人参もいい食感を出してくれて、はい、大体混ざったらですね、これを盛り付けていきたいと思います。で最後ここに追いブラックペッパーですね。完成になります。今日はレモンサワーとですね、いただいていきたいと思います。一口だけ、夏はレモン。それじゃあいただきます。自分で言うのもどうなのかなと思うんですけど、ポテトサラダは自分のポテトサラダが一番好きで、やっぱり1つ目2つ目とポイントをお話ししたと思うんですけど、まあ、1つ目のお湯じゃなくて水、冷たい時から茹でるっていうのなんですけど、じゃがいもがですねしっとりホクホクっていう感じで絶妙な食感になるんですよ。パサパサしてるようなポテトサラダってちょっとあんまり嫌じゃないですか。ちょうどいい具合に茹で上がるんで、まあこれは絶対やってもらった方がいいと思います。とあともう一つの野菜を塩もみするっていうのが、野菜一つ一つ、これ人参、玉ねぎ、きゅうりって入ってるんですけど、しっかり味がついててですね、味ムラがないちょうどいいポテトサラダみたいな。まあですね、お酒のおつまみにもなる、まあ、ご飯のお供というかサラダにもなる、まあ、次の日とかはですねしっかり焼いたパンの上にですねこのポテトサラダを乗せてもらって、そのまんまかぶりつくっていうのも本当にめちゃくちゃ美味しいんで、まあ、ぜひ皆さん作ってみてもらいたいなと思います。これは本当にうまいです。はい、ということでですね、今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらですね、チャンネル登録と高評価をお願いしたいと思います。ということで、次の動画もお楽しみに。バイバイ。私服